ごめん。ねえねえ、うちのイヤホンがね、見当たらないの。もしかして下？え？もしかしてここに？え？嘘だ嘘だ。なんで？ねえ、顔配信したいだけなのに私。ねえねえ、カラオケ配信をしたいだけなの私は。え、なんで？ねえ、なんで？なんでないの？この中に埋まってるの、もしかして。え、置いたんだよ、ちゃんと事前準備しました。私泣きたい、普通に。え、待って、泣きたい、本当に。泣いていいですか、これ。泣きたい。え、一旦冷静になろう。キッチンに置いてくるわけだって、キッチンに持ってってないもの。イヤホンなくした。え？え、置いてあるよ、いつも決まった。いつも私はこのポーチの中に入れたんだけど、ポーチの中にね、入れてあって、で、そこから出して、ちゃんと机の上にポンって置いてあるのに。泣きたい！ね、本当にさ、こういうのが時間ロスになっちゃうわけ。ね、本当にさ、いえ、すでに耳にはまってるってことはないですね。あ、ボサボサになっちゃった、そったら。え、待って、本当にどうしよう。なんでないの？え、待って、なんでないの？ね、なんでないの？机の下に落っこちた。それっぽいのを見つけた。なんでこっちにあったんだ。で、さっき私ベッドで寝てたから、それでかも。あ、よかった、ありまったとか前髪。すいません、お騒がせいたしました。私はベッドに入ってました。ポポポポポポポ。え、もう早速歌う？その前に私はちょっとエネルギー補給してもいいですか？すみません、こんなお騒がせしちゃったのにさ。え、もう歌ってほしいの？大丈夫？あの、お腹が空いて力が出ない状態なんで。見つかってよかった、本当にごめんね、お騒がせしちゃって。さあ食べます。今日はなんだっけ、ブリのお刺身。のブリのお刺身をいただきます。ちょっとお刺身が今超食べたくなったから。ブリ、これブリで大丈夫そう？じゃあいただきたいと思います。いただきます。うん、最高。やっぱあのお魚なんでね、お魚なんでじゃない、なんだっけ、違う、お刺身ってやっぱ美味しい。お醤油つけてるよ。あ、そこへポスません。
プリプリですね。ブリの味がちゃんとわかります。なんか私ってお刺身食べると、お、ヤラカチチーマ落としちゃった。お刺身を食べるとあれなんですよ、なんか味が全部一緒に思えちゃうんだけど、ちゃんとブリの味します。おいしい。え、ブリ好きになったかも。あんま食べないんだよね、いろんな種類に挑戦しないから。え、普通に美味しい。うん、じゃあちょっとだけ納豆巻きもいただきたいっす。うん、うん、うん。え、納豆巻きうまい。やっぱ安定だよね、納豆巻きって。ごめん、味伝わらなくて。いや、なんか説明しにくい味だった。うん、うん、マシスルちゃん、あお。